ドラちゃん、犬と猫までは認めますがメガネは捨ててきなさい。ドラちゃんがちゃんと世話するって言ったから飼ってるのに、世話ができないならのび太は捨てますからね。あんなババアになっても風呂見に行きたいんか。ビッグライトの本当の使い方を知った。ガチャ、ここがのび君の家だよ。バタン、くーす、くさい。びっくりして強く閉めたら動かなくなった。なあ山田君、今家だろ。どうしてわかった？スネ夫の首は取ってきたぞのび太、仇は取ったから安らかに眠れよ。面白いテレビもないし廊下に取ってくるね。僕の太ももでタバコ消すのやめてくんない？正直のご褒美に金玉のついたしずちゃんをあげましょう。合戦と聞いただけで源の血が騒ぐ。足払いじゃよ。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてください。そいつに言え。ドラえもんぬ、僕はもうダメかもしれない。スネ夫の陰湿な行いが僕のガラスのハートを打ち砕いていくんだ。 SL 煙突かぶれば誰でも SL みたいに力強くたくましくなれるんだよ。さあかぶってみな。なんだか体中に力が湧いてきたような。マジかよ。好き好き大好き、あの子がいるから僕は生きていけるんだよ。大根昇進。もう自分の才能に絶望するしかない。生きていけないわ。3発も銃弾を打ち込んだのに死なない。移動目覚まし時計停止装置。のび太くん、朝うるさかったから止めておいたよ。そこの鍾乳石の先っぽ。なんてことをするんだ。鍾乳石を取ったり傷つけたりすることは禁止のはずよ。地下水のわずかな滴りが何百年何千年もかけて作ったんだよ。先っぽだけ、先っぽだけだってば。なるべくならこんなことは言いたくない。僕はこんなこと言うのは大嫌いなのだ。嫌いなら言わなきゃいい。だが言わずにはいられない。お前のだらけ切った毎日を見ているとだ。一体自分の将来はどう考えているのか。そんなことで社会人としてやっていけると思うのか。ほら電気を止められた。こんなパパみたいになってもいいのか。つまりのび太なんかこの世にいないことにするんだよ。相手にしないの、口も聞かないの。そうすればしずかちゃんだけがのび太に話しかける。そこから二人が仲良くなってのび太の声もうまくいくだろう。もしもこの時間を全部起きて使えたら、僕はその時間起きていることになる。昔話の〇〇太郎と言ったら何が思い浮かびますか。あ、そう、いや、わしも目を疑ったがね、何度調べても100点なんだ。のび君、将来は教壇に立っとれ。新規ろうそく立て。ろうそくを持ってきて。海水浴とろうそくと何の関係があるんだ。あれ、どうして雨戸なんか閉めたの。まずは背中から垂らしてくれ。どら焼きを食べるなんて1週間ぶりだよ。どら焼きなら昨日も食べてたじゃない。いや、テレビ的には1週間ぶりだから。のび太、行ってきなさい。ドラえもん、行ってこい。はいと言ったろ。自分だってじゃんけんで決めよう。今のままだと不公平だから君も指を全部ちぎれ。じゃあ軽く一杯。せこいこと言わねえでガバガバやれ。ほんわかしてきたよ。そうだろそうだろ、もっと飲め。アウテブ。幸いこれだけの文明だ。どこかにタイムマシンを直せるところがあるかもしれない。まずはこの世界を探検してみよう。ワンニャンごっこつけ耳。このつけ耳をつけるとほら、お通じが良くなる。わあ、のど自慢の本戦に選ばれてめちゃめちゃ喜んでたジャイアンがイントロでカーンされた時の後ろ姿が頭から離れない。ゴウ、家の中入れてたまるか。ゴウゴウ。わあ、窓から入ったら。たけし、ただいま。バシーン。テストの成績が今日はひどく悪かったんだ。レテンにもバリエーションがあるのか。ペチペチペチ。とか暴力なんて最低よ。無駄無駄、何をやっても無駄なんだよ。のび太、ジョジョを呼んでから様子がおかしい。なんだか目の前が明るくなってバラ色に見えてきた。幸せな気持ち。違法だけどね。ごめんください、全日本プロあやとり協会のものです。はあ、あやとりの天才少年の噂を聞きまして、ぜひうちの協会のプロに入ってください。うちののび太がですか。ザラキ。ドタ。ドラえもんの初期設定。両親はのび太にとても甘く、スネはかなり意地悪で、しずかちゃんは静かで、ジャイアンはホムンクルス。のび太、そろそろ起きろよ。ほっといてくれよ、日曜日じゃないか。こうしてうとうとしてるのが最高にいいんだよ。起きろ。33番。18分待てばいいんだね。テストでまた0点取っちゃった。手を出しなさい。